中島由美は、日本の俳優、宮城県出身、天カラット所属、明治時代の小説家、国木田ドッポの夜叉後にあたり、両親がつけた名前の、ふわドッポに由来する、宮城県生まれ、東京都育ち、東京都立小石川高等学校、日本大学芸術学部文芸学科卒業、中学まで、サッカー、高校は、バレー部で、大学では、 落語研究会に所属した。役者を目指す足がかりとして、大学在学中にモデルを始める。モデル自体は、ギグマネジメントジャパンに所属していた。2012年1月にモデルを辞め、アルバイトをしながら、オーディションを受ける。三輪明宏主演の舞台、黒トカゲのオーディションで200名の中から甘宮、純一役に選ばれ、2013年4月、同舞台で俳優デビューした。 2014年上半期に放送された連続テレビ、小説、花子とあんで、仲間由紀へ演じるハスコの駆け落ち相手、宮本龍一役で、TV ドラマ初レギュラーとなる。2015年5月公開の初主演映画、グッドストライプスで第7回玉映画賞、最優秀新進男優勝を受賞。2019年、第76回。 ベネツィア国際映画祭コンペティション部門に選出されたサタデーフィクションで初の海外作品出演。2021年出演作、偶然と創造が第71回ベルリン国際映画祭銀マ賞を受賞した。中学校と高校の国語の教員免許を持っている。趣味は落語、釣りギター、写真、空手初段。ありがとうございます。